ではワードトゥーベックと題しまして、自然言語処理研究室の小川が発表させていただきます。今日の発表内容は、ワードトゥーベックの説明ということで、極小表現と分散表現の違いを説明します。その次にワードトゥーベックのアルゴリズムとして、スキップグラムっていうモデルと、そのモデルの処理を速くするための工夫としてネガティブサンプリングっていうものがあるので、それを紹介します。まずワードトゥーベックとは、単語の意味や文法を捉えるために単語をベクトル表現にして、次元を圧縮する手法のことです。で、日本人がよく日常的に使う語彙数は数万から数十万と言われています。で、この、全ての語彙を、ベクトル化しようとすると、次元が数万から数十万になってしまいますが、ワードトゥーベックっていう手法を使うと、その各単語を、200次元程度のベクトルで表現することができます。で、例えばこの青の、単語があったときに、各単語をベクトルで表現しようとすると、例えばプログラマーっていう単語をベクトル表現しようとすると、その元の単語の集合からそのプログラマーの位置に対応するところに、1っていう要素をつけて、それ以外の位置に、0をつけます。で、同じようにして、like だったらLike の位置にあるところに1をつけて、で Dock だったら、Dock のある位置に、その場所に1をつけていきます。このようにその語彙サイズと同じ次元数のベクトルを用意してあげて、でその注目する単語の位置に要素を割り当てるっていうふうな方法があって、これを極小表現って言ったり、このような0、1のベクトルをワンホットベクトルっていうふうに言います。で、このような極小表現では、同一単語しか、比較をすることができないっていうような問題があるので、もっとその単語ベクトルを表現豊かなベクトルにしようっていうふうな考えで、分散表現というものがあります。で、極小表現では、語彙サイズと同じ次元数のベクトルで、高次元 で値も0か1かの離散的な値だったのに対して、分散表現というのは、その元の次元を、数百次元までに低次元なものに変換して、で値としては連続値の値を取ります。こういうふうなベクトルを作ることで、単一同一単語かどうかだけではなくて、その単語同士の関連度だったりを、測ることができます。このようなその手法ワードトゥーベックを、実現するアルゴリズムとして、2つあって、1つはコンコンティニュアスワークオブワーズっていうのとスキップグラムっていうのがあります。で、この2つのアルゴリズムの学習を高速化、この2つはちょっと処理がすごく大きくてあまり日常的には使えないので、処理を高速化するテクニックとして、階層型ソフトマックスっていうものとネガティブサンプリングっていうものがあります。で、今回の発表ではスキップグラムとネガティブサンプリングを説明します。で、スキップグラムの説明なんですけど、例えばこの青の、先ほどの単語が、あった時に、最初の愛っていう単語に注目すると、次に現れる単語はアムだったりライクが、来るはずで、アムだったりライクが
に注目すると次に現れる単語は A で、まあ、A の次はプログラマー、プログラマーの次は、まあ、ドッグだったりキャットだったり、あ、ん？A の次がプログラマーだったりドッグだったりキャットっていうふうに次に現れる単語を予測できます。しかし、まあ、I の次にいきなりプログラマーとかドッグは現れないと分かります。で、まあ、このように I という単語の周囲どういった単語が出現しやすいかどうかっていう確率を考えます。で、そこで注目する単語の周辺に関連する単語が現れる確率を、まあ、ソフトマックス関数で、まあ、このように表してあげます。で、これですね、 Wi っていうのが、注目する単語のことで、 Wo は、Wi の周囲に現れる単語のことです。で、まあ、注目する単語に対して、まあ、周辺の単語が現れる確率を、まあ、このように定義してあげます。で、例えば、まあ、注目する単語が I だったときに、周辺に現れる単語が Am なら、この確率は高くなってほしい。で、注目単語が I のときに周辺単語が like ならば、まあ、これも高くなってほしい。で、逆に、まあ、注目単語が i で周辺単語に doc が来たなら、その確率は低くなってほしい。っていうような、ことを表す確率の式です。で、先ほどの式では、その2つの単語の関連度を見てたんですが、それをその関連する単語のこの範囲を決めてあげます。周囲何単語までを関連性のある単語とみなすかっていうようなことを、まあ、コンテキスト C っていうパラメータを導入することで考えてあげます。で、まあ、式で言うとまあ、こうなんですが、まあ、例えば I am a programmer っていう文があったときに、まあ、前後1単語ずつを、まあ、関連性のある単語と見出しましょうっていうふうに考えると注目単語 I の時のコンテキストは Am だったり、注目単語が Am の時は I と A で、注目単語あの時は Am とプログラマーがコンテキストっていうふうになります。で、この場合はコンテキストサイズっていうのが1で、まあ、周囲あ前後、まあ、2単語ずつ見たいっていう時はこのコンテキストサイズを2とかにしてあげます。で、その周囲の単語の注目単語と周囲の単語の確率を、まあ、コンテキストまで、考えたときはこの同時確率で表すことができます。で、先ほどの式で、まあ、前後のコンテキストまで含めた確率が、まあ、最大となるような、単語を表すベクトルが、まあ、いい分散表現だろうっていうふうに考えたときに、ワードトゥーベックで出力する単語ベクトルっていうのは先ほどの確率の最大値を出すものとします。で、しかし先ほどの式のこう分母の部分で、そのシグマの全単語数ボキャブラリーの数だけ、処理を行っているので、まあ、1回の処理でその全部のボキャブラリーサイズの計算をするのは、まあ、計算量が多すぎて
学習が終わらないっていうふうな問題があります。そこで計算、この計算を高速化するテクニックとしてネガティブサンプリングっていうものがあります。で、ここからネガティブサンプリングの説明なんですが、その考え方としては、コンテキストの範囲内にある単語については関連性の確率を高くして、逆にそれ以外のランダムに選ばれた単語については確率を低くするように学習していく手法になります。で、今注目する単語を WI として、ランダム選ぶ単語を WO とすると、WO が WI に関連する単語である確率を、こういうふうな確率で表してあります。で、逆に WO が WI に関連しない単語である確率は、確率の原理から1引くこれになります。で、この確率の中身なんですが、シグモイド関数で表してあげます。これですね、シグモイド関数、これで、先ほどのソフトマックスと違って、その処理が1回で終わるっていうような特徴があります。そこで、これらのことを考慮して、このような関数を定義してあげます。で、この式の、こちら左側が、関連性のある単語が出る確率で、右側が、関連性のない単語が現れる確率の積の形になっています。で、ここで出てくる V ネガティブっていう、集合は、関連性のない単語を、ランダムに取ってきた時の集合です。で、その関連性のない単語を何個取ってくるかっていうのを稽古サンプリングしてきたとすると、通常だとその K の値は5から10程度で、十分いい精度を出すっていうふうに言われています。で、この式の、この目的関数を、最初にする単語ベクトルを求めていきます。この損失関数を最初にする単語ベクトルが、最も良い、単語を表すベクトルだろうっていうふうな、モデルになっています。で、以上なんですけど、まとめで、スキップグラムでは、注目する単語の周辺に関連する単語が現れる確率を定義しました。しかし、ボキャブラリー数の計算を繰り返すソフトマックス関数を使うので、計算量が非常に多いことが問題になります。そこでネガティブサンプリングっていうのを考えて、コンテキストの範囲内にある単語は関連性の確率を高く、で、それ以外のランダムに選ばれた単語については確率を低くする関数を定義しました。で、これは、シグモイド関数を使っていて、ソフト関数を近似できて、で、さらに計算量は K プラス1回の計算で終わるために計算量を抑えられるというふうな特徴があります。以上で発表を終わります。